ございます。チームマギーからね。本日最強のスペシャルゲスト来ていただきました。自己紹介だけ、まあみんなわかると思うんですけど。わかりました。リズム高です。お願いします。お願いします。たまにグローリーのコメントをしてます。結構あのコメント危ないですね。毎回。YouTube の裏側とかも普通に言ってくるし、使い回ししてるやろうとか。使い回ししてないから朝起きないもん。俺ちゃんと見てんねんから。いや、そう、俺 Vlog 系じゃないか分からへんねん。はい。なんか怒ってグラスにして。あんま言いたくないな。恥ずかしい。いや、俺はさ、俺はさ、カメラマンもおるんだよ。翔平君がカメラマンしてくれてるから、なんかあった時に翔平君がいたって。まあ、ちょっと言う。回してくれてんねんけど、一人やん。僕はずっと一人だね。一人の時、やっぱさ、わかるよ。本年、その、よく俺も YouTube 結構見てるから、はい、サッカー系も最近増えてきたから、その、ブログとか、玄関でさ、ガチャって言ってみます。ガチャって。あれ、待ってから、待って、ガチャってやってから、カメラこんなに言ってんのかなって考える。毎回それっすね。それ乗せてほしいね、俺。いや、まあ、全然乗っけないですけど。それ乗っけたら、もう今さ、サッカー系のさ、Vlog 系とか、めっちゃおるやん。おるっすね。めっちゃ増えました。いや、なんか、基本みんな形一緒やん。一緒っす、一緒っす。でもまだそのキャラめっちゃおもろいからさ、よし、いいかな。着るシーンとか乗ってたら結構おもろいね。行ってきます、ガチャ。で、もう一回帰ってくるっけ。毎回それなの。カメラ止めて。めちゃくちゃ一本行ってみて、今度。やりきった顔で帰ってくるんだ。一本。嫌やなぁ、YouTube の裏側めっちゃ話されんの。今日は、かずやくんの方に暴露を聞いてるから。これは俺同業者やから。まあほら。そうなんやろなってやっぱ思う。同業者として見てくれてるんですか。え、ちゃうのまだ選手ちゃうやん。え、おほほほほ。ん選手っす。まだ選手っす。あ、そうまだ失敗選手っす。選手ちゃうやんってやばいでしょ。やってんの見てないやん、俺のやつ。俺のやつでもアップで左行ってるぐらいやん。見てるやん。外見ね。お前がジャンパイザーとか言うから、ジャンパイザーって何やろ、それ調べたもんね。めっちゃ心配してくれてる。めっちゃ調べたもん。ありがとうございます。あれになった時、アンドレ、知念君僕の YouTube 見てくれてるんですよ。うん。ジャンパイザー僕も経験したっす。こうやって治りますよって連絡してくれたんですよ。関係ちゃうの？いや、全く知らんくて、動画を見てくれて、めちゃくちゃすごいやん。僕、J リーグの人めっちゃ見てくれてるんですよ。練習試合とかあるじゃないですか、JFL でも、J1 とかで、練習場行ったら YouTuber 来たって言われるんですよ。全然ちゃうやん。ほら、誰が YouTuber やって普通に言うっす。でも、お前ほんと YouTuber ちゃうからな、ほんで。これマキに怒られんだから。いや、そう、俺もこの話しながら思ったっすよ。これマキさんに怒られるな。マキが言うその YouTuber って適当だね。それで生活してて、30万。うん、次 YouTube で30万稼いでるやつを YouTuber って言っていいって、マキ聞かない。でも、それも聞きたかったんですよ。そうです。30万とかって、どうやって30万円、うん、結構 YouTube やってみて、一番良かったのが10万ちょいやったんですよ。30万円言うけど、次の、そう、リズムとしての。リズムとしての、マックス。いきなり入るな。リズムとしての、マックス。いいんすか、マックスの。マックスの月の？はい、YouTube の収益。YouTube ね。マジっすか ?YouTube から ?YouTube だけ。が、え、一月一月一月。指震えてきたもん、今。そこから案件の入ってるから、別で。え、そう。どんぐらいの再生数出してるんですか？いっちゃったーって時は、アベレージ13、4万再生。で、俺、毎日動画やってたから、毎日上げても過去のやつ見られるから。ほんま、そうやって2年前ぐらいでしょ ?2 年前とかね、毎日投稿してた。うん。今はやってんだけどな。今意見聞き本書いてますよ。たまにないね。ちゃんと見てますよ。ルカク。マジか。アベレージ13万ぐらいで毎日投稿できたら、まあ、そんな。過去のが回ってるからね。ああ。まあでもちゃんと再生の時間とかもあるんですよね。うん、新規の人見てくれてね。過去の動画も。そう、過去の動画見てくれてから、直近の再生が多いから稼いでるっていうよりか、毎日投稿してるから、いろんな人が過去の動画見てくれてる。後伸びってやつや。回ってるのが30万ぐらいいってるやつあれやん。壁に持たれたサムネ撮ってる。そうですね。めっちゃ見てるよ、俺。パスマシ乗ってた。すごくない？パスマシ乗ってた。こんな見てんの。パスマシ乗ってきた。サッカー Vlog ってもう正直畑もあるし、試合メインで言うとジャイさん。じゃあ結構なんか確立されてるんで。フィールドプレイヤーの Vlog、昔は PSL そうだと思うんですけど、最近はまあいないけど、決まった流れでやっていくじゃないですか。ちょっと違い作らんのかな。いや、マジ違い作った方がいい、ほんまに。俺マジで結構見てるけど、YouTube とか。いろんなサッカー系のやつとか、1週間 Vlog とか。なるほどですね。ほんまに一瞬名前出そうと思ったけどやめたよ。誰？俺見てるかもしれん。子供さんとか。
小浜さん見れるよ。小浜さんのやつは僕見るっすよ。小浜さんはないけど。あっリセムってリセムで再生ってことで普通にちょっと俺も聞きたかったんで。リセムって、サッカー系で言ったら、まあ、足ザルの次に なんかすごいじゃないですか。まあ、足ザルはちょっと別枠というか、あれですけど。足ザルさんはすごいね。ちょっと、カニア枠というか。全く関係ないですけど、これめっちゃカニア好きやん。めっちゃ好きなんですよ、俺。あったことあんの？ないっす。ないんかい？ないっす。あ、そうだ。あ、あれっすね、リベンジしました。カニアめっちゃ好きっす、俺。待って、お前。まさかあれも見てくれました。ストーリーのなんか上の一言見た。ノート。ノート。あ、それノートって言われ文字のやつっすよね。あ、いや、なんか一言みたいな。わからんけど、あの。あるっすね。たまたま一緒やったみたいなやつは、お前やつみたい。めっちゃ見てるやん俺めっちゃテンション上がったんですよね。あ、たまたま、ほんまにたまたまっす。マジでたまたま書いて、でなんかカネはその前に多分押してて、カネと一緒やん。認知された一応でも認知はしてくれてると思うんです。ゴロー帰ってきてるんで。え、そうなんで、DM ちょっとたまにするんですよ。あの、質問的なやつ。そうそうそう。何色がいいと思うとか、そういうやつね。まああれってなんか結構、ファンの人とコミュニケーション取る場所みたいなところじゃないですか。わかるわかる。あ、その時に色決まってんねんけどな。そうそうそう。実際はすることは決まってるけど、なんかまあコミュニケーション取る場所みたいな。ほんで、送る。で、俺ちゃんとそれにちゃんと返すんですよ。紫めちゃくちゃ似合ってるんで、紫がいいですとか。いや、これはでも、マルチョイスすごい。俺やからいけるって思ってるっす。キャラで。黒人らしいと思ってる。ルカク。リゼムのメンバーが今言ったら、どんぐらい稼いでるのかとか。で、まあ、YouTube の収益こんなもんっていう。でも、他にもあれですよね。案件とか、アパレルやってる。アパレルもそうですよね。イベントとか。で基本そのあとはまあその今後リズムのことを考えて、はい、いろんな授業をするために今ちょっと動いてる。ああ、YouTube だけで生きていかないからね。あ、やっぱそうなんですか。そんだけ収益いってる。今後ね、今後、まあね、そのこれからその先ずっと YouTube があるんかって言ったら、まあ、あるかもしれんけど、サッカー系でやってる以上年取ってくるし。まあ確かに。そのあと10年後も YouTube だけで生活できるかって言ったらいけへんし、うん、まして俺も家族おるし。そうですよね。画角外で話してた時に会社っていう話なんですけど、うん、そこはじゃあもうずっと固定の変わらん給料みたいな。そうだから稼いでるんでしょってよく言われるよ。やっぱ、うん、めっちゃ言われるけど、めっちゃ思ってたっすもん。稼いでるか稼いでないかで言ったらそれ一般の方に比べたら稼いでるっすもん。それ多分稼いでる方が、まあ、それもちろん一般知らんけどな俺社会で。そうかそうか、そうか、ね、選手からそのままですもんね、うん、でも稼いでる。うん、やっと思う、まあ、思う。え、結構稼いでるか。うん、選手時代よりはやっぱ稼いでる。選手時代は稼いでる。そうっすよね。そう、選手時代は稼いでる。だから前言ったら J1 ぐらいじゃない。ああ、めっちゃ例えたリアルやな。え、J1 の？ J1 のって感じだわかるけど、J1 でもそのクラブの規模によってその資金が違うから。確かに。マリノス。いや、マリノス。俺分かる人にはめっちゃ分かっちゃう。マリノスどうなんかな。ルカク。プロ選手っていう概念ってさ、うん、どこなん？いや、それはめっちゃあるっす。例えばサッカーだけで生活してるのはプロなのか、うん、J リーグに入ることがプロなんかっていうのはあるやん、うん、JFL がプロなのか果たして、うん、とか賛否両論というかいろんな意見がある。だいぶそのグローリー的にどうなん、その前が思う。俺的には超えてる。俺的には正直大学卒業の時に J リーグのチームとも話するじゃないですか、うん、で J3 のチームと奈良クラブでどっちかみたいな感じだったんですよ最終。あ、そうやったの。でもチームが坂家7万で、まあ、仕事してくださいみたいな。で J リーガーと奈良クラブはまあしっかりそれなりにサッカー集中できる環境を作れるよみたいなっていう話で来たんですよね。いや、これどっちがサッカー選手なのと思って、で俺は奈良の方がちゃんとしてるって思っていったっすね、その時は。けど今思ったら、まあ、J リーガーって作るのってまあまあ大きいじゃないですか。だから逆でもよかったかなとか思うけど、 J3 でサッカー級5万とか7万とかあるじゃないですか。今どうかわかんないですけど、俺はそうっすね、思うっすね。俺も同意やろ。あ、そうっすか。そうっすか。人それぞれ生活の基準っていうのがあるから。そうそうそう。例えば頑張ったら15度も生活できるわけ、うん、でそれを例えばカテゴリー引くところでもらっても、
プロサッカー選手って俺は言っていいと思う。うんうん、それだけに。いや、仕事してるかしてないかだと思う。もうそこ、俺の線引きは、うん。だってサッカーだけでお金もらえて生活してるって、めちゃくちゃ幸せなことだよね。もう、めっちゃ幸せです。好きでやってることでお金もらって、そんな幸せなことないやん。まあまあ、そこはほんまにそうです。ほんまそうなの、うん。もうほんま人それぞれやない。自分にも生活あるわけだからな。いや、正直。何話してんの、これ。あれ、おもんない。忘れた。何の話だ、ほんまに。おもんないって、ほんまの話。俺何の話聞いたら来たかと思って。どんぐらい稼げるからで、マリノスとかから来た。今日、東京で事前の高さんとコラボさせてもらうみたいな話するじゃないですか、自分の場合。あ、みんなめっちゃびっくりするっすね。え、あの高さんしてくれんの。もう上の人、俺下の人。誰のマネ。負けかさ。俺別に俺上とかしたく思ってへんから。これマジな話でさ、事前に連絡取っててさ、うん、この明日の予定やったよな。そうそうそう、明日の予定でしたね。明日の予定無理で、うん、でも、うん、まだせっかく東京来てくれてるから、うん、だから別に上とか下とかないやん。そんなんだって、どっちかって俺が合わせてんねん。俺が上っすか。いや、そうや。はやめてください、お前上っすかねえやん。上しかないって。でもマジで優しいと思ったっすね、ほんまに。試合起きるからな。いや、ほんまに今日、明日無理ってなって、うん、あ、じゃあちょっとタカ君今回無理かなって思ったタカ、うん、君やって前の日はみたいな感じで、うん、あそこまで押してくれるの、まあ、前の日行けるんやったらと思って聞いてるけど、全然もうずらします、すべての予定。あ、合わせてくれたんや。もともと5時ぐらいについて、うん、ここの間が開くなと思ってて、あ、逆に合うのよかったよ。そうだから、なんかちょっと急いで東京観光しようかなって思ったんですよ。タカ君が、お前一緒ですか。リアルなこと言うと、しずちゃん呼んますね。しずちゃんイベントでした。しずちゃんめっちゃ好きや。しずちゃんもめっちゃ好きですね。しずちゃん何が好きや。え、めっちゃ優しくないですか。優しい。しずちゃんめっちゃ頑張るからな。あ、そうそうそう、すごい。俺一回ミックスのフットサル大会で一緒やった。うんうんうん。あの子めっちゃ頑張りすぎてめっちゃ一緒になって倒れた。アイちゃんとかちずちゃんとかはどうなんですかね。あれマジわからん。ね、女の世界ってどんなんって思うんですよね。女は強豪やと思ってね、俺らは仲間やと思ってね。そうですね、マジでほんまにやり始めと思ったっすけど、 YouTube を、うん、サッカー系 YouTuber の人たちが今優しすぎる。あ、そうなん。やっぱちょっと偏見あった。高君は奈良で見てたからそんなに偏見なかったもともとの姿を知ってるから、うん、でもなんかまあそんな接点もないし、俺が奈良クラブ入ってやってるかな。そう、 YouTube をやりだして、うん、YouTube やりだしてから絡みに行くの嫌やったから。あ、分かるよ。そう、自分も YouTube ちょっとやってしたっぱやのに、うん、カーニングダサいじゃないですか。その気持ちはめっちゃある。それめっちゃ嫌やったの。それこそ浮かしたかになるけどめっちゃ明るいやつ。分かる。実際今回頼んでるから動画撮りましょうって話になるけど、自分の中でちょっとその基準みたいなのがあって、とりあえず万人は行きたいみたいな。はいはいはい。それ超えたらその時でこれも力入れてみたいから力を借りたいっていうのがあったんですけど、うん、奈良クラブと一緒やったっていうのもあるし、一回小猿のさ、トマサブのイベントで一緒にやったのがあったし、っていうのもなかったらコラボしてへんと思う。確かに、まあ、やっぱつながりやんな、その大事にせなあかんのは。ルカク何の話してんの。マジでなんか全然話が脱線しまくってるんですけど、ね、40分ぐらいの動画します。あ、また編集費かかるやん。40分の動画は20分の2倍なんで結構高いです。何が聞きたいの。ね、リズムのほんまにいろんな暴露をちょっと聞きたかったんですよ。でそ質問してくれな。でも、ね、話脱線してまうね。脱線しまくってるじゃないですか。ちょっとこれもリアルすぎるかもしれないけど、アンケイを聞きたかったんですよ。あのウィナーズ。タンから持った。いや、そういうウィナーズとか大きいやつの、うん、全部言うたるわ。マジっすか。全部言うたる。ウィナーズの費用っていうのは、うん、え、それは人チームとして誰。マジっすか。キングスリーみたいな。ありましたね。今回キングスのやつ言ってないけど燃えたんやけどね、キングスで。最後にじゃあ爆弾だけ落として。あー、いいですか。オンキーヘッド全部それが入った給料
ピースください。あ、そうか。あ、そうか、そうか。高山多分俺30度見ぐらいした。見ます。ずっと絵に。